US2 辛坊さんを救出したね海上自衛隊が持っている救難飛行艇 US2 はこれ生産終了が決まっていたんですけども一転して生産継続が決まりました読みます新明和工業が救難飛行艇 US2 の生産を一転して継続することになった海上自衛隊が運用する国産唯一の水陸両用飛行艇だが生産コスト上昇などで2023年夏に一度は生産打ち切りが決まった経緯がある防衛 関連産業を強化する動きもあり防衛省は25年度予算の概算要求に、えー、建造費を盛り込み復活する見通しになった u s 2は箱を3メー3ルの海に着水できるなど高い性能を持ち海外への輸出が模索されたこともあるとこれもあの辛坊さんから聞きましたけども辛坊、えー、さんがもうねあれ1 0 0 0キロでしたっけ日本からかなり離れちゃってそこで遭難しちゃったもんですから、えー、長距離飛べてしかも着水できるなんなら今読んだところ書いてありました けど3メートルの波の波中着水できるとこの機能がなければさんさは今生きてないわけですねこれ以上離れたらもう u s 2も行けなかった、えー、その距離飛んで荒波なんか着水できる辛坊さん言ってましたけど3メートルの波がどんな波かっていうとヨットに乗って周り見た時に上がりますでしょ上がった時は見えるけども下がった時には波の壁に囲まれるというこれが3メートルの波らしいんですねえ。そんなところにあの飛行艇が着水 すするって言うんですからこれが日本のすごいところであの荒波の中に着水できるしかも着水だけじゃない離陸もするんですよ3メートルの波の中から離陸するつまりね短期間ででと上がらなくてはダメですね助走してたら3メートルの波をバコンバコン超えてたらこんなもん飛べませんからねどんな波だろうがもうほんの1 0ルとか何メートルでふわっといくというねものすごい揚力をねパワーと揚力にブワッとね飛び立つというねこれができなければそもそも 3メートルに着水もできないし離水ももでででききなないいしわけですよこれがものすごい技術でそうすると荒波の中で離発着ができるしかも長距離飛べるこれはですね、えー、日本の、えー、力なんですよねこんな性能のいい飛行艇をね作れる国は世界で日本だけですまあ日本戦前からね一式飛行艇とかねすごいやつ持ってましたけどその技術の積み上げですよこれは売れるんですねしかもこれ武器積んでないこれ救難飛行艇ですからこれもう各国に売れるわけで ですよね。売るべきなんですよ。で、これを大体ね。生産を打ち。切る で誰が決めたんだって話で打ち切ってどうすんだよって話ですよその性能のものを外国から買おうって言ったら存在しないんですよこれねやめるの簡単ですけどもまあ、すぐね打ち切りを打ち切ったから良かったですけどこれ何年も経っちゃってやっぱ作ろうって言ったってもう作れないですからね一度技術がね途絶えたら次繋がんないわけですよじゃあ後でもう一回同じような性能の飛行艇欲しいよねって言ってそっからまた研究してまた作り直すってその日を考えたら細々でも いいから作り続けた方が安上がりに決まってるでしょそうだからね岸田さんね LGBT とか変な政治いっぱいやりましたけども評価できることもあるわけですよその最大のことが防衛費の倍増ですよ1%は2%にしたわけですねそして余裕ができたからあじゃあ生産継続できんじゃねって話になって ゴリ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 ねいいじゃダメなんですかみたいな話でゴリゴリ削られてね持たなきゃいけないものも持てないだってね以前と違って日本を取り巻く安全保障環境は厳しくなってるから今まで以上に装備を持たなきゃいけないのに予算変わんなかったわけですからえじゃあもういろいろ削ってもうこれももう閉じようってなってたわけですよね。 ってなって続けられることになっただからこれがねもし数年遅れていたらもう作れなかったかもしれないもう生産ライン閉じちゃったらまたね立ち上げるだってこれ膨大なお金かかってきちゃいますからねいや良かったですよ去年ね打ち切りを決めて今年打ち切りの打ち切りを決めるというね勘一発のところで 残ったわけですよ、ね、そうそうそう「防衛費ケチるなよ」っていう書き込みありますけどほんとその通り必要な装備を持てばいいんです必要な体制を整えばいいんですじゃあ日本の防衛力でどうやって決まるかっていたら周りを見回して日本を侵略しようという輩がいるわけですよそいつらをね追い払えるかどうかですよ追い払うために必要十分な実力を持てばいいんですはっきり言って GDP 何パーも関係ないですよ中国がガンガン強くなってきたらそれをね振り払える力を積み上げ続けなくてはいけないんですよまあよかった、ね 打ち切り一点ということでこれは日本の防衛力にとって非常に重要な意味があります武田恒安チャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価、いいいね、チャンネル登録もお願いします、えー、本家武田恒安チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね